はい、こんにちは、僕です。ユニコーンオーバーロードをやっていきましょう。ですね、前回の続きなんですが、今回はここですね、反撃の行使をね、進めていきたいと思うんですけれども、前回確認してなかったんですが、この子ね、リディエル、どんな感じのキャラクターというかクラスなのかなとか、ちょっと録画外で確認していたんですけれども、どちらかというとサポート系なんですね。デバフを回復するスキルを持ち、シャーマンに強いという特性があるみたいで、シェアヒールとかクイックキュアとか、ちょっと今までになかったスキルがね、また出てきましたね。シェアヒールは、自分が回復された際に、味方全員を回復して、デバフもすべて解除するという、回復系のサポートスキル。で、クイックキュアはデバフの仲間に対して、デバフ解除して、さらにデバフを無効化するバフを付与っていう。まあ、どちらかというとサポート系のスキルが多い、仲間になっていますね。攻撃系のスキルはウィンドアロー。これはね、物理と魔法、両方の威力が乗っかった遠隔武器になるんですね。ただ、特に必中の効果はないので、飛行系とか石膏に必ず強いというわけではないようなんですよね。で、レベル20で覚えたのがミスティックセーバー。これはマジックセーバーと同じ、マジックウェポンだっけ。同様の効果で仲間の攻撃に魔法ダメージを乗せるという内容になってますね。ちょっと使ってみようかなと思うんだけど、このパーティーメンバーに入れるにはちょっとね、全体的に火力不足かなという面があるので、加えるのであればもうちょっと火力をしっかり発揮できる仲間のいるユニットに、組み込んでいくのが良いように感じますね。ちょっとお試しでね、使っていきたいと思いますね。敵のレベルも低いんでね、やっていきましょう。反撃の、これなんだっけ、行使でしたっけ。あれ、最後の奇襲までも失敗だと。またアーチャーなの。リナゴラス、リナのラゴスか。ロザリンデ様が兵を率いてこの砦に。イケメンだな。無事であられたのか。ロザリンデ様、すごい格好だよな。リナラゴス、この通り私は無傷よ。ちなみにロザリンデの性能も確認してなかった気がするな。はあ、よかった。おお、ヤーナ様まで。久しぶりね、リナラゴス。顔見知りなんだ。ご無沙汰しております。ロザリンデ様、援軍はありがたいのですが、もう撤退しなければなりません。ここは間もなく敵の手に落ちます。まだ終わってはいない。頼もしいな。君はコルニア解放軍のアレインだ。ロザリンデ殿の要請を受け援軍として駆けつけた。私は抵抗軍のリナラゴス。抵抗軍と言ってもこの砦に戦える兵は残りわずかだ。敗北は免れまい。ならば友軍として要請する。解放軍はこれから敵拠点に突撃する。抵抗軍にはご詰めを担っていただきたい。この劣勢を目の当たりにして、あくまで引かぬというか頼もしい。こちらとて死を覚悟しての戦いだ。矢が尽きようとも戦い抜こう。めちゃくちゃいい声だな。かっこいいな、リーナラゴス。仲間になってくれるんだろうな。囲まれてる感じが。不利な戦いを避けてきたが、まんまと囲まれてしまった。かろうじて、旧砲台。これなんて読むんだ。土砲か。土砲台。まあ、バリスタですよね。かろうじてバリスタは使えるが、兵力が足りない。解放軍、どうか力を貸してくれ。バリスタ2つもあるじゃん。彼は弓と味方の治癒を得意としているわ。祖国奪還の志士の一人よ。指示を出してあげて。エルフアーチャー、これ前見たな。全く同じなんだけど。行くぞ、敵を残らず釣り潰せ。どんどん出てくるな。バリスタの餌食だろうな、多分。目標はこっち。ドゥニーズの撃破ね。やっていきましょうか。ゲームじゃない、ステージスタート。とりあえず、この点々は何だ？狙われてるのか？ここに敵もバリスタがあるの？
なるほど。さっさとあれを落としていきたいところですね。こっちから行けるかな。パーッと潰していきたいところ。あちらですわね。こっちが狙われている間にね。そんで、この子なんだっけ名前。名前全然覚えられない。リディエルか。リディエルを試しに使っていきたいんだけど、敵はやっぱりアーチャーが多いのかな。となると不利だよね。左上は、もうこれは全部バリスタでやってくれ。待って、何か会話マークがついてるよ。なんだこのマーク。リナ・ラゴスとファビオ。このステージ会話なんだ。とりあえずファビオのところに連れてってみますか。そんな話今全くありませんでしたけど。待って、死なれちゃ困るな、じゃあ。とりあえず上に行く道を切り開いていけますか。この辺全部やっつけていきましょう。まあレベル差でなんとかなるでしょう。君の判断に。で、下にも誰か向かわせていくべきだよな。ちょっと昼たたんやってもらおうか。出撃するぞ。指示を頼む。ここでバリスタをバンバン撃っててもらえればいいや。待て、そっち敵いるのか。行き場所がなくなっちゃったな。ここ乗っとこうか、とりあえず。じゃあバリスタをとりあえず落として、でこいつがな、邪魔だな。上行きたいんだけどな、うまくいかないな。シャーマンも片付けて、どこか駐留する場所ないかな。いい感じにないんだよな。立ちはだかるなら投げ払うまで撃破しました。キリがないな。見ないでくださいね。スタミナがなくなってしまう。お力になります。バイタルアブソーブで回復するか。範囲内に敵がいないか。せめてここの見張り台ぐらいは取っておきたかったな。これまずいかな。一回戻った方がいい。追いつけない、もしかして。追いつけましたね。よかった。思い知らせて差し上げます。強くなった私を見てください。そんで次ここに行きますか。まだつかないのかな。くそ、もう前線が崩れちまった。アレイン、このままじゃ押し込まれるぞ。私の魔法なら敵の足止めをできるわ。アレイン頼んだよ。好機があれば指示をちょうだい。好機があれば指示をちょうだい。グレーブポイントがないんだけど。グラビティか。この辺にグラビティ敷いておけばいいかな。その間にバシバシバリスタンを撃てばいいっていう感じかな。この距離でも届くんだ、すごいよな。これで向こうは安泰だけど、ここがまずいよな。拠点防衛するのにアレインを使いますか。じゃあ私の勝ちだ。敵にエルフの方たちが。ゼノイラの圧力により寝返るほかなかったのだろう。やむを得ない事情があるにしろ、行って対処せねばなるまいな。あそこで会話しようって話になるのか。誰に盾ついてると大思いですか。うん、敵の見張り台を落とせましたね。もう問題なさそうだな。マーシーレイン。範囲内の味方ユニットの HP を回復する、そんなものもあるのか。私を狙う者がいるな。スモークボルト、これも結構な距離飛ばしてくるよな。この距離飛ばしてくるって相当だよね。少し払えば使えそうです。遠剣の水晶ね。このバシバシやっててもらおう。後続部隊続け。まだ出てくんの。どんだけ出てくるんよ。とにかくバリスタは無限に撃てるからいいんじゃないか。お任せください。バリスタに配置しておいて、はい、ここにいる意味ってないんだよな。待って、バリスタも、あれだ、段数あるんだね、バリスタにも。なるほど。ちょっと待って、そこの空飛んでるやつ駆逐してからにしようか。この辺全部片付けてもらって、OK。じゃあそろそろ行きますか。心得た。着きました。この辺やっつけてくれ、シャーマンね。間違っても敵の向こうの拠点を攻撃されては困るんだけど。向かおう。ご命令を、王子様。これどうしようかな。向かいます。
私の勝ちだ。いい感じに片付いていきますね。誰が悲鳴上げてるんだ。片付けて、もう動けません。動けなくなってしまった。お力になります。いつの間にか、あれすげえ溜まってんな。スタミナを奪っていきますか。オッケーオッケー。あ、待って、このバリケードってこちらのバリケードだったのか。敵のバリケードだと思ってたな。私の勝ちだ。いや、ガンガン来るな。あれが欲しいですね。カタパルトが欲しいな。カタパルトだっけ。もう仲間は失わせ。とりあえずここ、ちょっと待って。君の判断で会話できる。会話できますね。援護は必要ないかな。一応ここ残ってた方がいいかな。そんで、あ、ここにも敵のバリスタがいるのね。なるほど、それを撃たれていたんだ。気づかなかったな。そしたらもう一部隊ぐらい出しとかなきゃか。出撃する。私を見ておけ。届くかな。フラウはどこにいる。フラウはここか。ファーストエール届かないよな。いつでもちょっとこっちに寄ってもらって。すぐに当然の結果だ。どこへでもひとっ飛びですよ。ファーストエールをみんなに巻いておこう。必ず確保しか。甘く見ないでくださいね。そしてまずこっちにまっすぐ向かってほしいかな。覚悟する。私の勝ちだ。あ、バリスタの残弾ゼロです。なくなっちゃったな。で、まっすぐこっち向かっていきますか。会話、まあ早いな。いつの間にか到着してた。イナゴラ、ミナラゴス様。ゼノイラに組みしたことを悔いているのなら弓を下ろせ。私についてこい。残りの矢は祖国のために生かすのだ。リナラゴス様、ありがとうございます。あなたの言葉で目が覚めました。この命、もう一度祖国のために。北の拠点は抑えた。見事な采配だ、アレイン殿。敵将を撃ちに行こう。この調子で頼むぞ。うむうむ。あれは片付かない。後続部隊まだ来る。上にも来る。あ、上には来ないんだ。オッケーオッケー。あれはやっつけておいて、ここも始末して、天は見ているのだ。ここに乗っとこうか。答えてみせよ。すぐに飛び立つ。そんで、めっちゃ来てる。私が行こう。ね、ここまで行きますか、とりあえず。敵は全部クレリック部隊というわけじゃないな。リーダーがクレリックというだけだな。どうしようかな。役に立ってみせますわ。こっちからぐるーっとこっちまで。行く必要ないけど行こうか、とりあえず。撃ち漏らしてるんだよな、そこのシャーマン。これは全部アレインが片付けてくれるでしょう。行列ができてるわ。次の行動。よし。処分待ちみたいな。撃破しました。オッケーオッケー。じゃあフラウも下に向かっていきましょうかね。勝利を積み重ねよう。お任せください。まあ行く必要ないんだけどさ、こんだけいればさ。こっちの見張り台を先に叩いておきましょうか。フラウは。キャンプしておきますか。いや、まだいいな、早いな。俺が相手だ。すべて片付きました。さて、行きますか、じゃあ。行くぞ。ヒルダ隊一応見ていきましょうか。せっかくいるんでね、新しい仲間が。ちょっと馬で見えないけど。ミスティックセーバーで、ミスティックセーバーをかける必要ってないんだよな、敵に重装兵がいないときは。当然の結果だ。重装兵がいる場合だけでいいよね。違うな。敵に重装兵がいる場合だけね、かけていけばいいでしょ。アレインが到着しちゃったな。勝利を積み重ねよう。全部蹴散らしていくわ、アレインが。全部倒しますか。倒しちゃってもいいかな。あとこいつだけであればすぐ終わりそうな気がするな。ファストエールもかけて、フラウが向かう。そこに伏兵がいた。彼より役に立ってみせ。あちらですわね。
容赦しません。こいつ倒しておいて、経験値全然もらえないですからね、レベルが低くて。私の前に立つなんてこの程度可愛いもの。じゃあ全部片付きました。まあ一応ロイヤルオーダーをかけてから倒していきますか。よし、どう出るべきか。アレイン隊で戦うべきじゃないかな、レベル高いからな。いや、誰で戦っても変わんないか。いや、行こう。行くぞ。うん、じゃあこれがさあ来い、ドゥニーズ隊、敵の本拠地になりますね。エルヘイムの残党狩りのはずが、反乱軍まで現れるとは。この際仕方ない、まとめて刈り取るまで。刈り取るまで。うーん、くらいガード封じ、バスタードクロス、いいね。飛んでるから当たんないよな。必中攻撃が欲しいよな、やっぱり。当てていくよな。フォークアイが入ってるからか。あー、マリアかっこいい。の限界だ。追撃者の腕輪か。よし、じゃあステージクリアですね。クリアできました。まあ、なんだかんだ時間かかるんだよな、やっぱり敵のレベルが低いとはいえ。物量で攻めてきますよね。海王軍のことは聞いていたが、ここまでやるとはな。なんという負傷兵の多さだ。我々も救護に手を貸して構わないか。ご厚意いたみる。解放軍の手助けに感謝を。ご覧の通り、先の戦線では甚大な被害が出た。戦線復帰が難しい重傷者ばかり。私の部隊も壊滅した。状況は理解した。ところで、退治した敵兵は正規軍ではなかったようだが。占領地が広いと兵はいくらいても足りないのだろう。素性よりも頭数が優先で、手当たり次第に集めているという噂だ。各地の治安は最初から考えていないようだな。私は敗残の指揮官だが、このままでは死んだ部下たちに顔向けできない。彼らの魂を背負い、エルヘイムからゼノイラを廃するためにも、私も君たちの軍に兵として加わりたい。大歓迎だわ。めちゃくちゃいい声のエルフ。ただアーチャー増えるな、急にここに来て。エルフって言ったらやっぱりそういうイメージありますよね。アーチャーか魔法使いかみたいな。両方兼ね備えてるからな。もうここまでかとも思ったが、解放軍のおかげで助かった。ゼノイラを倒すため、我が弓でこの恩に報いよう。リナ・ラゴス、仲間に加わりました。なんだこのびっくりマーク。聞いて聞いて、私ついにクラスチェンジしたの。クラスチェンジってなんだ？自分のクラスを上位に昇格させることよ。新たなスキルを追加習得可能になるし、能力の伸び幅も高くなるの。え、俺よりも強くなるのか？今後は私の指示に従ってね。とりあえずエルフのお団子買ってきて。それただの使いパシリだろ。砦でクラスチェンジね。てあんたもクラスチェンジ経験ありか。クラスチェンジした人は下級職の人にお菓子を買いに行かせてもいいのよ。そんな決まりはないから。でもそうだな、俺もやってみるよ。報酬もらったわ。クラスチェンジの報酬か。待って、今勲章っていくつあるんだ。163個か。あともうちょっとでもう1ユニット人数増やせますね。待って、この下に町があったんだな。あ、納品が全部できるけど岩は大丈夫だよね。銀鉱石、とりあえずここにも誰か配置して収集していかないと、全然町が復興できそうにないな。でコルニアにね、配置していた仲間は全て回収してきたのでまだしばらくこのエルヘイムぐらいは全て配置できるんじゃないかな。お任せを。
あ、で何が売ってる、ここ。技物を揃えているつもりだ。うん、リーフシンボル。お店の人もエルフなんだね。細かいな、そういうところ。いや、特にこれといった相違はないかな。で、この下にも街がある。なんだ、もしかして噂になっている解放軍の方ですか。私はエルヘイム義勇軍のセレスト、どうか話を聞いてください。ルテンの族。あれだね、グリフォンナイトだし、固有のグラフィックでしたね、今。やっていきますか。ちょっと来んじゃねえよ。ルテンの族。これは街だよね。これなんだ、ここの水かけ橋。そんな名前かな。スイカ橋。エルトリンデしか起動できないのよね。エルトリンデ、エルトリンデって誰だっけ。今まで出てきたっけ。いや、ちょっとここをやっていきますか。じゃあ続けて、ルテンの族。あ、いやいやいや、ちょっと時間的にどうかな、怪しいんだけど。上のもう一つあるリベレーションクエストをやっていきますか。これね、サタマの町解放戦。こちらは特にイベントなどはなさそうなので、サクッと終わらせられるんじゃないかな。あ、サタマの町。めちゃくちゃ狭いぞ。これはあっという間に終わるんじゃないか。何もないもんね。任せておけ。じゃあこれが最後、敵の拠点ですね。ダメージ受けるな。よく見たら敵アーチャーじゃん。ハンターか。当たらない。すぐ。まだ飛んでくる。どんだけユニア飛んでくるんだ。オッケーオッケー。灰になれ。燃えてる燃えてる。貫通する矢なんてある。あ、いや違うな。ダブルショットか今の。後ろでも撃たれてるんだよ。ちょっと。悔しそうだった今のは。休息せねば。使えるかな、あの子。できればうまくユニットに組み込んでいきたいんだけど、ここじゃないな。やっぱりこのメンツでは活かせない気がするな。サタマの町解放戦もクリアできました。ちょっとサクッと終わるの早すぎたな。あんたたちが町を解放してくれたのか、安心したよ。正直俺は巫女様が気がかりで、町の警備どころではなくてな。巫女様、ロザリンデ様が見つかったんだってな。よかったぜ、これで進軍にも勢いがつくな。エルトリンデ様は人間に対しても丁寧な方だから、傭兵の間でも人気ね。ご無事だといいけど。エルトリンデっていうのは妹かな、ロザリンデの。技物を揃えているつもりだ。あ、エリアルガード、羽狩りの戸建ては持っておきたいな。いいものを選んだな。クラッシュアックスは特に必要ないですね。で、納品は、やっぱ足りないんだな。納品が片付けられませんね。で、目的地の方向としては、こっちからだと遠回りになるんですね。だから、こっちからぐるっと行くのが正しい道のりかな。まあ、ただ、どっちからでも行けるのかな、これは。まあ、両方道をね、探っていきたいとは思うんですけど。で、ちょっとね、ここのパーティーメンバー戻しておこうかな。厳しいですね、ちょっとリディエルここに入れるのは。ちなみに、ここからぐるっと回って、橋が壊れたところまでは行けるのかな。いや、ここで行き止まりになってますね。繋がってるわけじゃないんだ。だから、ここら辺りは、この橋を直さないといけなくなってるんですね。この内側。ここは山になってて、山というか、こんな感じ。岩山があって通れなくなってるので、でここに何かある。天のかけらか。橋を直すために、また石が必要なのか。ここにも誰かいるよ。これは何してるんだ。よく聞け。抵抗勢力の指揮官、イシリオンをこの町で見たという報告があった。確認が終わるまで町の出入りを禁ずる。兵士殿、何かの誤解です。どうかご容赦ください。
あれ、この人は人間みたいですね、蝶々。蝶々よ、お前も覚悟した方がいいぞ。報告が本当であれば、お前の命はない。なんだそれ。エルヘームの騎士が追加？エリーナ、お前はなんてことをしてくれたんだ。イシリオン様は立派な方よ。横暴なゼノイラ兵の行動を黙認した父さんたちとは違うわ。彼はエルヘームのために戦っている。なぜわからないの？私だってそんなことはわかってる。だが私たちには力がないのだ。この町ですらゼノイラ兵を追い出せないのだからね。町の人が困っているみたいだな。見過ごすわけにはいかない。え、なんだ、クエストが発生したけど、そのクエストはどこにあるんだ。ああ、エルヘームの墓所ね。ここはランドイル。この地に足を踏み入れるとは、いまいましい反乱軍どもめ。港町、イッソベーダ解放戦。ここも何か船が渡れるようになったりするんじゃないかな。解放したら。解放して、復興したら。あとね、そうそうそう。あれですね、録画外でやってしまったんですけれども、このね、親密度会話についてコルニアにあったものは全てね、確認してしまいましたね。で、このエルヘームと左上のアルビオンっていうところにある場所。ここはまだ未踏のエリアだったので、まだ残ってるんですが、この辺はね、随時、収録しながらね、確認していこうかなと思ってます。まあ、ちょっと今回は時間が中途半端なんで確認できないんですけれども、まあ、次回あたりですね、次回以降、時間に余裕があれば、合わせて確認していきたいと思いますね。これなんだ？なんか天使の像がありますけど、あそこどうやって行くんだろうな。こんなところにも天のかけらが。まあいいか。じゃあ一旦今回はこの辺で終わりにして、また続きは次回ね、やっていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ではまた。